ハローアースノイド。作られた経緯や権利が複雑すぎるガンダムに対するネットの反応をお送りするよ。何があったんだ？わかりやすく言うと、ダブルゼータ見たセンチネルの制作陣がこんなのガンダムじゃないって思って、なら俺たちでガンダムを作ろうって発想のもと生まれた企画だった気がする。間違ってたらごめん。ついでに2022年に発売されたモビルスーツ大全集で未掲載になるなど公式の存在が危うくなってるシリーズでもある。ダブルゼータはあかんわ、モノホンのガンダム見せたろかみたいなノリだったと聞いた。スペリオルガンダムがダブルゼータよりも高性能の設定や、ファッツがやられ役なのもそのせいとか。ファッツとフルアーマーダブルゼータが混同されるのって色々と役いのか。フルアーマー試験のモックアップ機を実戦に出すな定期。調べたら逆シャーまでガンダムの商品展開を継続するためにバンダイが主導した企画って出たけど、その意図もあったの忘れてた。この二つの説を合わせたらつなぎの企画としてバンダイが提案したところに入ってきたのがダブルゼータ否定派な制作陣ってこと。アンチダブルゼータ的な設定は多かったみたいだね。まあ確かに初代ゼータからのダブルゼータは受け付けない人がいるのはわかる。前半の作風が違いすぎるし。ゼータの時点でニュータイプオカルトパワーないわが古参の中であったみたいだからな。ただ機体性能とか装備を盛りに盛りまくった最強の機体と量産機勢ってやってたら、逆シャーのシンプルにまとまったデザインのモビルスーツにうならされたって話は聞いたことあるな。映像とかまるで考えてなかった雑誌企画のデザインとアニメでどう動かすかの違いがはっきり出てる。露骨にダブルゼータ下げしてる設定が多いのとモデブラが勝手に動いたからバンダイから嫌われてるって話じゃなかった？当時のサンライズも扱い嫌がってたらしいからな。ジオーのメカデザの人が書いてた外伝漫画に XS ガンダム出そうとしたら、サンライズからスペリオルガンダムは出すなって言われたらしいし、権利が分散してるのは企画を作ったのがサンライズの社員ではないからだけど、この話題を見るたびに同じく部外者の立場で権利を持ってたのに手放した富野義行は偉いと思う。2022年に入ってから権利問題がさらに混沌とし始めたから G ジェネーターナルにも出れなくなるかもしれない。キービジュにいないからしばらくはかかりそう。アンダーセンチュリーエンゲージにもいないし、もうほとんどダビに付されてそう。本に載せるのも嫌がるような人がゲームを許可しないだろうなって気がする。2022年に何があったの？扱ってる年代と収録作品、それと注意書きを読んでくれ。あ、モビルスーツの方は問題ない感じだったと思ってたけど、違ったのか。今まで大全集等の本にはセンチネルのモビルスーツも載っていたんだけど、2022年に発売したやつにこういう記述があって軽い騒ぎになった。バトーペには出てるってことは出版絡みで NG 出たってことなのかね。ゲームでもクソ性能にされてたり、他のメディア露出も極端に少なかったり、冷遇はされてそう。まあしゃあないけど。言ってもバトーペ2にはセンチネルもゼクアイン系列も出てるし、第一子兵装は新規で出たからガンダムゲームなら普通に出れると思うけどね。出ても軒並み性能が死んでるが。ゼータプラス2種は普通に強いし、ゼクアイン1種とネロトレーナーは今でも第一線級だぞ。主役機が全員死んでるのは、はい。とはいえ XS は射撃上手い人が使えばかなり火力出るからね。今はゲーム内の性能は関係ないだろ。ゲームなら半券大丈夫じゃないかっていう話よ。性能の話だとゼクエッシュやネロトレは強いから問題なし、センチネルはまあ、うん、バトーペに普通にいるんや。出れないゲームがあるとしたら、バンナムと半券じゃなくて開発チームと半券の揉め事じゃねえの。なんかスパロボでスペリオルガンダム出したら怒られたって話なかったっけ。第4次スパロボに隠しで出したその後でなかったし、一悶着あったんだろうね。二次アルファの時もボツデータにいたり以外とスタッフの諦めは悪い。バンナムは OK でサンライズが NG ってことなんかな。ゲームなど見るに別に無理ということはないはずなんだが、間違いなくずっと揉め続けてるっていう外部からは何もわからん状態が続いてるのよね。XS の再販あったから、バンダイはセンチネルを黒歴史にする気はさらさらなさそう。むしろ権利者同士の間で設定が2点3点して載せたくても載せられなかった、なんて状態だったりして。
これは複雑化するのも納得、あくまで公式の発表じゃないけど、そこまでやってチューブラリンなのか。なんだこれ地獄かね。本当にこの通りの変遷をたどっているなら面倒くさすぎるし、そら展開できないわ。明確な事実ではないけど、いろんな扱いが複雑さを物語っているという感じが。仮にこの経緯が本当だとしたら、ファン側がのたこじらせるのは勝手にしろだけど、公式側がこじらせてどうするんだよ。ジオンの派閥争いをリアルでやるとこんな感じなんだろうな。ファッツは明らかにダブルゼータ下げな期待だけど、主役機から量産型が生まれるのはガンダム的王道で好きなんすよね。若かりし頃の過渡期も参加してたけど、まあ出世したな。モビルスーツだけならたびたび出てたけど、パイロットはもう最後に見たのいつになるだろうか。俺が知ってる限りだと G ジェネジェネシスにヨウトコットがいるな。エクバは期待はいるけど、パイロットは消されたからな。主人公の声優が奇跡に入ってしまったから、バンナムが新録が取れないからっていう消滅の口実ができちゃってるからな。モビルスーツは知ってるが、話の内容は全く知らないな。センチネル、てかこれどんな作品なの？小説？パイロットの主人公がアリスちゃんを育てる話。人工知能のアリス育てるためにドチンピラで技量の低いパイロットを意図的に選んでるからな。初戦でションベン漏らしたり、手だれの敵と接近戦になったら死にたくねえって泣き叫んだりと、ガンダムパイロットの中では最弱候補の筆頭なのよね。量の技量は低くねえよ。パイロット訓練で腕が高くなければ方向処分だと教官に言われていた。相手のニューディサイズが共同体で強すぎるだけ。ややおっさんのガンダムファンだと G ジェネーフでストーリーを知ったって人が多そう。そして原作小説読んでた人は決して多くないイメージ。プラモ化はされてるのにモビルスーツ解説本は NG ってのが事態のわけわからなさを加速させる。プラモもマスターグレードで出たっきり、ハイグレードも初期の中途半端なスペリオルガン系列だけ。またセンチネルみたいなのやろうぜで始まったのがアドバンスオブゼータだっけ。あっちはあっちで怪文書化してるけど、ちょくちょく思うけど、未だに初代やゼータの頃にユニコーンもびっくりのとんでも期待を出すのは何なんだろうね。そんなにとんでもをやりたいなら、おとなしく100年代以降の空白地帯でやってほしいな。ビルドファイターズのモブでチラッと出れたのはお祭り作品だったゆえのお情けなんかな。まだヒュッケバイン問題のがマシなあたりあれだよな。審議は別として触るだけ損しそうなのが辛い。とりあえずソースだけでも教えて。なお、ソースはない模様。今の扱いが実質ソースだぞ。このまま闇に葬るには惜しい存在だからな。なんとかなってくれないかな。見た目かなり好きなんだけどな。なんか経緯とかはいろいろあるけど、メカデザインが凄まじかったからカルト的な人気がある作品。混沌としたところにガイアギアも一つまみ。お前さんはケンリー前に知名度が死んでないかい。知名度もそうだが、メカデザインの人も行方不明なのが。ぶっちゃけトミノに頭下げるだけでイーブンセンチネルより楽ではある。絶対そんな古いのより新しいの作れって嫌み言うだろうけど。